はい、どうもお疲れ様です。今回の記事とそれからいただいたね、メールの方両方同時に答えていきたいんですけども、まず記事の方いきましょうか。スーパーで半額シールの商品やもやしを買う年収120万円41歳シングルマザーの苦悩。41歳ってことなんで、これはもうロスジェネのセクションを抜けてるはずなんですよ。で、結構ね、就職市場って盛り上がってきた時なんで、まあ私の目から見るとかなり裕福に過ごしていくチャンスはあったんではなかろうかと思います。で、シングルマザーと書いてるあたり、一旦ご結婚されたのかなって気はするんですけども、ここにですね、いただいたメールと、ちょっとね、リンクするところがありますんで、お話していくと、家族を養うっていうかね、主には奥さんを養うことが旦那さんにとって負担になってくるような生き方を奥さんがするべきではないってことがここから見て取れるわけなんですよ。この記事じゃないですよ、いただいたメールです。やっぱりね、なんかこう負担になってくるんですよ本当に稼ぐだけ稼ぐ旦那さんと、で自分の暮らしはなくなるわけなんですよね。でも最初はそれが幸せだと感じる時期ってのあるわけですよ。ただずっと奥さんが稼げないままだと使っていく一方になるわけじゃないですか。そうなると、なんでこいつに養ってるんだっていう気持ちに男性は変わってくるんで、そういうのは当然気づかないといけないところかなと思うんですよね。で、やっぱりこう自分の稼ぎは自分で作るっていうところがありますけども、結婚した以上多分養ってもらうこと前提だし、養うこと前提で、その結婚契約できてると思うんですが、人の気持ちは変わりますんでね、こいつのためにはもうやっておきたくないなって思われると、まあどんどんね、旦那さんもあんまりいい態度を取ってこなくなったりとか、どんどんこの家族という関係を壊すように動いていくわけなんですよね。まあ、ですんで、こいつを手放したら俺の暮らしは成り立っていかないなって思わせることが結構ね求められてくるんですよ。で、今度記事に戻りますね。実際に何があったか分かんないけども、こういう暮らしになっちゃったら40歳になってね、何が起きてるかってことなんですよ。まあ、それはですね、要するに稼いでこなかったってところ、稼げなかったってことがもう全てになりますけども、養ってもらえなくなると暮らしていけなくなっちゃうわけですよね。で、すぐにこれ生活保護とかになっちゃうわけですよ。で、生活保護を取得する手順っていうのもなかなか難しくってね、多分、自分がそうなると思わなかったから、その備えもなかったんでしょうしね。で、これね、実際はね、人に相談できるかってできないですよね、恥ずかしくって。まず捨てられたってことね、言ってみれば旦那さんに捨てられたってことも恥ずかしいから相談できない上に、生活保護に一気に陥る自分にやっぱりね、納得ができなかったりとかして、なんとか今までやってきたことで稼ごうと思うんですけども、そもそもそれができてれば、こういった家庭の不和とか起きてないわけなんですよ。だからそういうところを考えると、誰に原因があるかってことじゃなくて、何に原因があるかってことをね、考えていく必要があるんですよ。私が悪いのかしらじゃないんですよ、旦那さんが悪いのかしらじゃないんですよ、何に原因があるかってことなんですよね。それはやっぱりね、家計ってものを、じゃあ自分はどこまで担っているかってことを意識してこなかったところなんですよね。で、実際平均年収443万、旦那さんの給料は安くなってるんですよ。ですんで、例えば奥さんが年収100万でも200万でも稼ぐとむちゃくちゃ助かるんですよね。そうなると旦那さん自身、このせっかく築いた家庭ってのを壊そうとまで思わないわけなんですよね。ただやっぱりにもあまりにもね、奥さんの年収が低かったりとか、逆に年収がなかったりすると、その余計に1人分とか2人分養っていくのは多分もう440万で不可能なんですよ。不可能なんで、どんどん旦那さん疲弊していって、でもお金を持って帰ってくることが当たり前に思われているところに、またね、この苛立ちが来るわけなんですよね。で、残業しても会社でも休む丸間もなく働いてるんだけども、お金は入ってこない。で、自分のお小遣いとか給料は全くないと。そうするときに振り返るわけですよ、一人の方が良かったなって。そこに気づかせたらアウトなんですよね。そこに気づかせないように、自分がいることによってあなたに成り立っているってことを一生懸命こうね、実際具体的に見せていく必要があったりとかするんですけども、今回はそれはね、話題ではないんで、記事の方にもう一回戻りますね。で、話題の新刊、年収443万、安すぎる国の絶望的な生活っていうことを、これ本をね、読んでいただいたらもっとね、分かりやすいんですけども、どこを端折ってお話すればいいのかちょっとね、悩むところなんですが、ここにちょうど書いてますんでね。昼食は必ず500円以内、スタバのなんとかコーヒーは我慢、月1万5000円の小遣いでやりくり、スマホの機種変で月5000円節約、ウーバーイーツの副収入っていう、いろいろ書いてますよね。これ何かっていうと、年収443万稼いでる旦那さんがこれ全てやってるってことなんですよ。で、昼食を500円が払えなくて抜く時もあるわけですよね。で、あとスタバのなんかね、なんとかかんとかっていうコーヒーを我慢するわけでしょ。でも帰ってくると、なんか奥さんがそのね、その
スタバのなんとかなんとかっていうのを飲んでいて、そのゴミがゴミ箱にあったりとかして、まあミニチンで言えないけどむちゃくちゃ腹が立つみたいなところね、今回のメールに書いてあったりするわけですけども、だからそういうところもこっそりね、やっぱりやっていかないといけないし、じゃあ私はなんかそんなコーヒー一杯飲めないの、楽しみに何も持っちゃいけないのって思っちゃいけないことではないんですけども、ただ旦那さんはない状態で生きてるっていうことをね、やっぱ分かってあげるっていうかね、うん、だから自分でそのスタバのなんとかコーヒーをもしね飲むんだったら、旦那さんにも1本買ってあげて、これ私からみたいな感じでやると、あ嬉しいなってことになるわけなんですけども、なんだお前だけかよみたいになってくるわけなんですよね。やっぱそういうところでどん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 ひびが入っていきますんで、やっぱちょっとだけお助けしてあげるとかね、やっぱ恋人の時の感覚をやっぱ失わないことだと思うんですよ。なんかこう養ってもらうのが当たり前とかね、生活コストがいくらかかってるのかをこう気にしてあげるとかね、やっぱ何ですかね、支払いの明細なんて見ない奥さんとかばっかりだと思うんですけども、どうですかね、むちゃくちゃ今上がってますからね、特にね。でシングルマザーになってしまった時に、月収9万円シングルマザー、永遠のような絶望を経験した先の夢と書いてますけども、ここねちょっと読むのは涙なんで、私ちょっと読まないでおきます。本当にきついですよ、うん、で月に12万稼いでも暮らすのは結構きついですかね、自分一人だと。月に12万が副収入だとむちゃくちゃ豊かなんですよ、うん、だから基本的に生活コストの心配がないところに奥さんがプラス12万とか持って帰ると、まあ、旦那さんのお小遣いもね減らさずに済みますし、ランチを抜くこともないんですけども、ただこれがないと年収443万って可処分所得で言ったらね、もうほぼないっていう状態ですからね。だからねやっぱ年収ってね、500万とか600万あたりからやっとなんか月に1回2回外食ができるみたいなレベルになってくるんですよね。であんまり仕事の厚みとかね、先のことって、うん、働いてるその旦那さん以外には見えないところですから、うん、まあ旦那さんもわざわざ言わないと思いますけどもね。だから仕事の理解っていうのはすごく大事になってくるんですよ。自分が仕事しなくても仕事を理解してあげるところがね、うん、だ稼いでいくのはあなたの役割っていうふうに割り切らないことだと思いますね。なんかやっぱ使うのは自分の役目じゃないわけですから。どっかでまたね動画をお話ししましたけども、家計を一人で稼いでいって残りの家族が全部使う側になると結構きついですからね。そういったところを分かってあげることかなと思います。ほとんどの人が勤め人ですから今、昨日もあれですよね、稼ぐ6段階ってお話したと思いますけども、6段階もう一回お話していきましょうか。なんですかね、まあ、第1段階はアルバイトとかパートさんでしょ。第2段階は非正規とかそれからフリーターなんですよ。第3段階で正社員です。で第4段階正社員の中にも出世できている人と出世の道が断たれた人ってのがもう30代で分かれるわけですよ。でそして幹部とか経営、幹部、こちらの方経営者ってのがね、次の段階になってきます。第5段階、その第6段階っていうのが投資家とかなんですよ、経営者とかね。で第7段階は富裕層です。で第6段階とかになってくるとまさに年収っていうのは800万前後になってくるってことなんですけども、それ以外は本当きついですよ。だからまあちょっとね、ここからは、家庭をお守りの奥さんに申し上げたいんですけども、30代40代で旦那さんが一定の役職ね、例えば課長とか部長になってなかったらもう家計は終わったと思った方がいいですよ。本当に先がないですからね。30代ってのは少なくとも課長になってる、まあ、課長ってのは20代になるものなんですよ。で課長補佐が、まあ、大体新入社員から3年目ぐらいに起きてきてね、まあ、主任とか言われちゃったりしますけども、で40代では少なくとも部長になってなければ出世コースから外れてるってことですからね。ただ40代の旦那さん持ってる方がもしね会社の役職名刺をねちょろっと見せていただいて部長でなかったら、あもう出世コースから外れたんだ、やばいなと、もしかしたら50を前にリストランになるかもしれないっていうふうに仕事の理解はした方がいいと思います。自分で働きに行けってわけじゃないんですけどね、うん、どの立場がやばいのかっていうのがもう分かりますんで、大体20代で生え抜きでない限りはもう全部平で明日も知らない会社員生活になってますから、会社員こそリスクっていうのはそこなんですよ。会社員でやっぱりねメリットを得ようと思ったら年齢に応じた役職や権限を持っているってことなんですよね、まあ、そうすると一般社員には知らせられてない情報とかまた別のルートってのがねありますんでね。まあでもね今ね40代の人でもどこどこ会社の部長でも解雇されたらなんか転職先がないとかになりますからね、うん、まあその辺は本当安泰ではないってことなんですけども、じゃあ記事の方をね先読んでみましょうか。なんかさっき
チャートとか見えちゃってすいません。ここ今も子供が帰宅する頃には家で待っていてあげたいので勤務時間が短く、月収は9万円ほどですが勤務時間は前よりも1時間も短い、ストレスはないし勉強になるし自由度が高いので働きやすくてとても充実しますと書いてますけども、あの月収9万だけどもなんとか暮らしてるよっていうところがねここ書いてますね。あのなんか時間を確保できてそこそこ の収入が得れるそんな仕事ってのは飽きてないんでね、であの在宅のワークっていうのも広がってきましたけども、在宅っていうのはね結構高いスキルが求められるんですよ。ですんでコンスタントに在宅で10万とか15万稼いでる人っていうのは、まあ、パートでね同じ金額稼いでる人に比べたら少ないですからね、なかなか生活環境とそのビジネスを両方やってのけるってのは難しくって、まあ、前回もちょっとお話したことがあったと思いますけども、あの家で YouTube はされてる旦那さんって基本的に理解されないんですよ。遊んでるとしか思われないんで、それこそね家って癒しの場であったり憩いの場であったり休憩の場なのに、そこに仕事を持ち帰ることによってものすごく邪魔になったりとかね暮らしにくかったりするんで、結局 YouTube はやめましたみたいになったじゃないですか。あれだから月収で100万稼いでる人でもやめるんですよ、家族の反対であって。かわいそうだなと思いましたよね。なんか YouTuber としてね同じ仲間ができたかなと私も思ったんですけども、なんか退場していくっていうかね、完全にもう家族が敵になってるわけなんですよ。でこれから、まあ、なんかサラリーマンやるらしいんですけども、40過ぎてましたからね、なんか生活壊されたような感じじゃないですか。なんかねちょっと想像したくない未来が見えますけどね、私としては。月収100万稼いで持って帰ってきてもね、家でそれやらないでとか言って怒られたりとかね、なんか最後には奥さんが発狂して寝込んだからやめますとか言って、まあ、でもね分かりますね、それもね。あのやっぱね、あの自分という存在がいながら他の人に意識を向けるわけですから、それは不愉快ですよ。だからやっぱりなるべくこう YouTuber ねされるんだったらいつやってるのか分かんないような状態ぐらいにしてやった方がいいですね、まあ、人知れずやるというかね、それこそ出勤してやった方がいいですよね、家から離れて。家と職場を一体化するのはかなり難しいってことですから。ちょっと余談ですけども、あの話戻しましょうか。あ、もう記事の方終わりましたね。なんかあまりにも読みたくない記事ばっかりだったら読まなかったんですけども、あとはご自身で読んでください。最後だけ行きましょうか。スーパーに行くときは半額シールが貼ってあるものばかりをカゴに入れるので、娘から恥ずかしいと言われてしまいます。野菜は高いから100円で売っていれば買いますが、もやしを選びがちになります。肉も牛肉が高いからほとんど買いません。豚肉と鶏肉ですねと。娘は胸肉のパサパサしたのが好きと言ってくれるので安上がりで済むのでよかったです。服も買いませんね。服なんて最近買ってますか。子供が小さい頃は新しい服を買って着せるのが楽しかったけど、あっという間にサイズが変わってしまうことを学んだのでお下がりで十分。私の服だって気に入ったものが2着もあれば十分ですと。いつも同じような格好をしてると思いますね。まあこういったことですよ。あのもっとえげつないあのご相談寄せられてますけども、記事になるものっていうのは、まあ、一部先週なのに書いてますけども、あの記事になるってことはねまだねあの自分のことが話せる程度の方なんですよ。まあきついと思いますけどもね。いやまさにね、もうこんな記事になるんだったらもうあのアンケート答えませんみたいな人のほんの真実の声っていうのは隠れてますんで、えげつないですよ結構ね。なんかあまりにもお金がなくてね、職場から物を取ってきましたみたいなところになってますからね、もうすでに。スーパーに勤めてスーパーの商品持って帰るとかね、飲食店に勤めてで廃棄になるものを袋に詰めて持って帰るとかね、一体どうなっちゃったんでしょうね。あとはやっぱ男性もちょっと稼いだ方がいいですね本当に。で稼いであれじゃない、命かけて稼げばいいんじゃないですか。まあそんなところですかね。あの別の動画の方だからリンクいっぱいつけておきますので、そちらの方ご覧いただければと思います。今回のちょっと記事はねあまりにもちょっとかわいそうですね、これはね。はい、お疲れ様です。